説明的なセリフを書いてしまうことから卒業したい。確かに説明は退屈、作家として退屈なセリフは書きたくない。ではどうしたら説明的なセリフから脱却できるのか。例えばある古いアパート、刑事山田大五郎はいませんか。管理人あなたはどなたですか。刑事警察の者です。管理人ああ刑事さん。管理人山田さんのことは知りません。確かに説明的すぎる。なぜ説明的か、それは人間性が描けてないからだ。セリフは人間が発するもの、その人となりを踏まえて書く必要がある。横柄な刑事と意地っ張りな管理人だとどうだろうか。例えば刑事山田大五郎はどこだ。管理人あんた誰。黙って警察手帳を出す。管理人さあ。刑事いるのかいないのか。管理人なんだその態度は。知らないね。書いてくれ。セリフは説明という宿命を担っている。人間性を出すことで説明が説明臭くならない。そうなって初めて説明セリフを卒業できるのである。